ではこの試合 VTR で振り返りたいと思います。さあまずダブルスなんですけれども、まあ、ダブルスは昨日もそうだったんですが、もう森園はもちろんなんですが、やっぱり町飛鳥のこのダブルスでもいけるというところが見えているのが、そうですよね、はい、あの期待以上の活躍ができてますよね、はいはい、これだけやはり活躍が出てくると、まあ、ダブルスを取るとやっぱり流れは、まあ、今日敗れましたけど、やっぱ流れは大きいですもんね。大きいですよね、はい、まずはチャンスをつかめますから ね、ダブルスに勝つとね、はい、ということで森園、町飛鳥組がチェンとリフィンの組み合わせを破って、まずダブルスは取りました。さあそして今度はチョデソンとアリノブ、まあ、このゲームもアリノブもあれだとよく悪くなかったんですけども、チョデソンがそうです ね、はい、アリノブもよく対応して新しい形も出してたんですけども、チョデソンがまたそれに対応してましたもんね。そうですね、やはり、うん、まあ、サーブ力というんですかね、はい、サーブは私たちよく言うんですけど、サーブは攻撃の第一級だよと、うんうんうん、攻撃的なサーブをしなさいと言うんですけども、はい、まさしくそういうサーブでしたからね、はい、マッチカウント2対0で迎えた第3マッチ、森園とジャンだったんですが、このゲームはまあ、気がつけばやっぱりまたジャンペースだったという、そうですね、まあ、森園もね良かったんですけど、そうですよね、はい、まあ、今日のジャン非常に良かったですね。そうですね、あの強い時のジャンが戻ってきたような、はい、非常に後半は前でプレーをしてた、ね、そうでしたね、はいはい、第1ゲームは11対6で森園が取ったんですが、第2ゲーム以降は3ゲーム3つ連続で取りましたジャンです。下がらなかったですよね。そうなんですよね、はい、で第3マッチ琉球アスティーダが取りまして、第4マッチでした。吉村和彦とリピン、もうリピンにリピンがはめたというか、うん、まあでもここはね岡山としては吉村にと勝ってほしかったでしょうね。でしょうね、うん、吉村がもう少し前へという形の攻撃スタイルが出ていたらよかったんですが、やっぱりちょっと攻めが遅かったという、そうですね、やはり、追うことが多かったですね、ボールを追っていくという攻撃が多かったように思います。そして、まあ、このリピンが吉村のミスを誘い出すようなゲーム展開を作って、ゲームカウント3-1で取りました。そしてビクトリーマッチでしたが、もう本当に、まあ、経験の差というんですか ね、そういう感じですよね、これね。チョデソンは初めてですからね、あの、いや2回目ですからね、まだね、うん、そうですね、今日が昨日この T リーグデビュー、若干17歳、まあ、チュアンは何度もこのビクトリーマッチ戦ってますね。そうですね、もう年齢も本当に17歳と38歳のその差もありますし、